今日のセイベンの優勝者ご紹介します。まずは A 級を優勝されました関根明人選手です。優勝おめでとうございます。あっぱれですね、はい、あっぱれです。さあそしてお隣チャレンジ優勝されました砂賀翔太選手です。あっぱれですね。今ね、コメントも同じでしたけれどもお二人共通点があるんですよね。そうですね、砂賀兄貴が面倒見悪いんで、はい、僕が面倒見てあげてますね。砂賀弟、はい、はい、ということは一緒に練習している。そうです、はい、しかも今回一緒に。そうです、来ました、はい。ということは見事ダブル優勝、はい、おめでとうございます。じゃあ今のダブル優勝のお気持ちをですねお二人で体で表現してください。これですね、これ。ああ、いいですか、ありがとうございます。息も合ったところで、はい、じゃあちょっとね、レースのことも聞いていきたいと思うんですけれども、今日のまず関根選手から完全優勝でしたけれども、ここまでちょっと、ね、前回まではそんなに成績とか、ね、ちょっと決勝にも乗れてない時もあったんですけど、どうですかね。そうですね、ちょっとやる気が、スイッチがオフになってましたね。はい、やる気スイッチ、はい、オフになってた、はい、やっぱりこうね、まあ、福島というのもあって練習、雪とかも降ったりします。そうなんですよ、雪が多くて、うん、そうですね、はい、でなかなかこう、ちょっとスイッチがオフ。はい、冬眠しました。いつオンになったんですか。そうですね、もう冬眠スイッチ、はい、まあ、切ったのは最近なんで、はい、やっと練習の成果が出ましたね。すぐじゃないですか。でもはい、ちょっとやれば出ちゃうんで、はい、素晴らしい。 ですぐこの完全優勝、はい、まあ決勝は他力本願みたいな感じになっちゃったんですけど、まあ、香取選手がいてる、まあ、はい、まあ、結果出たんでよかったですね、はい、そうですね、ちょっとすごいですよね、やる気スイッチすぐオンしたらすぐ結果出てきて、はい、はい、CM 狙えますね。本当ですね、ちょっとやるスイッチのね、すごいですよ。さあそんなお隣砂賀選手は、はい、ね、前回から決勝を回られたりしてて、そうですね、はいはい、何かこうきっかけみたいなのは。合宿を予約対談でやって、はい、それから調子いいですね、はい、いつ頃。これは松戸の前なんですけど、はい、2泊3日で一緒に、あ、一緒に行って、はい、あ、その頃からきっと、ね、関根選手もスイッチが入りつつあって、はい、じゃあその合宿が2人を変えたんですね。でその後決勝を乗って、はい、で今回の決勝では優勝という、はい、ね、やっぱり一緒に練習して2人でやってるんですか。そうです、はい、はあ、どうですかね、こう関根選手から見て砂賀選手っていうのは。まあ、そうですね、部活じゃないんだぞと、はい、まあ、いつも言ってるんですけど、はい、まあ、練習も含めて教え込んでます、はい、あ、なるほど、どんな風にすぐ受けてます。まあ受けちゃうんですぐ、はい、まあ、どんなギャグも受けないようにしたり、はい、練習も、まあ、この話で練習、まあ、集中してやってますね、はい、なんかこうすごい関根選手しっかりされてるように見えるんですけど、追い方違いですか。2つです。あ、2つ、なんか10個ぐらい違うぐらいの貫禄。そうですね、顔つきはまあ自分のまま幼いって言われるんですけど、はい、そうですね、中身はしっかりされて、はい、はい、タイプは同じタイプなんですか。何のですか、女性の。いや、まあ、先生、女性のタイプも伺っていきたいんですけど、まずはレースのタイプ。あ、レースの、はい、まあ、僕はどっちかというとダッシュタイプなんで、はい、まあ、ダッシュを磨いてどこまで持つかっていうスタイルですよね、はい、はい、西中選手は自分は地足系なんで、はい、大輝先輩ダッシュ系なんで、はい、ついていくだけでダッシュついていい練習になります。あ、はい、じゃあお互い違うタイプだけど一緒に練習することでそれがさらにプラスされる。そうですね、まあ、もうちょっと、まあ、いい方向に行ってるのかなと思ってます、うん、でもこんなにすぐこう2人とも結果が出てるってことは、ね、この2人の練習グループ正解ってことですよね。そうですね、まあ、僕のおかげだと思います。まあまあ言、ね、全然言っちゃっていいですよね。まあこういうふうにしか言えないんで。、ね、はい、あ、じゃあね、今関根選手からの、砂賀選手を言いましたけど、砂賀選手から関根選手ってどんな感じですか。まあ、そうですね、まあ、上げて上げて、やるときとやらないときのこう、うん、オンオフがはっきりしていていいと思います。はい、もういいよ。もういいんですか。砂賀選手にとって関根選手はどうでしょう。どんな存在。やっぱ憧れの存在ですね。もう高校から見ててずっと、はい、メモ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 、え、こ
ではないんですけど、はい、高校とかに、ね、強かったんで、はい、はい、憧れてます、憧れられてますけど、そうですね、うん、まあ冗談だと思うんですけど、はい、まあ冗談では嬉しいです、はい、でもね、なんかお二人見てて結果も出てるから、まあね、こんな風にレースからちょっと離れると和気あいあいな感じだけど、やっぱやるときやってるんだなっていうのが伝わりますね。その通りです、はい、なんかこう面白いな、はい、お二人とも独身ですか？僕は結婚してます。あ、してるんですね、はい、あれ、先生何歳でしたっけ？24です。24でご結婚早いですね。そうですね、はい、お子さんももうすぐできます。あ、本当ですか、はい、いつ頃ですか？6月ですね。じゃあちょっとパパ頑張んないと。そうなんです、ね、やる気スイッチ入れまくってくださいよ、はい、もう常にオンでいきます。はい、もうオフにならないですか？はい、大丈夫ですか？はい、はい、じゃあ、あの奥様どんなタイプの方ですか？奥様は、はい、芸能人でいうと、はい、アンジェリカかな道端アンジェリカかな、はい、あ、モデル系ですね、モデル系。本当ですか？とてもいいじゃないですか、はい、だからちょっと選手危ないんで、はい、周りに見られないよ、はいはい、あ、もうちょっといつも加工って感じ で、 そうなんです、すぐ車乗せてね、はい、すごいですね。じゃあちょっと須永選手のタイプの女性も聞いておきましょうか、はい、そうですね、自分は可愛い子が好きです。可愛い子が好き、はい、あの今独身？独身です。あ、じゃあちょっと募集中ですか？そうですね。あ、じゃあどんなタイプがいいっていうのをこうファンの方にカメラに向かって、いや、かえって元気な子がいいです、よろしくお願いしますもうリアル婚活中なんで、ガチでお願いします。22ですよね、まだまだ。いや、全然出会いがないんで。でね、選手早いですもんね、結構、ね、やっぱり女性で強さも変わりますからね、はい、選手。ちなみに杉江選手はやっぱりこう結婚されて変わりましたか？まあ、結婚して今があるんですけど、ガタンって下がってしまったんですけど、はい、まあでもまたやる気も出てきたし、うんうん、いい方向に来てますね。ね、来てます、来てます、来てます。息もぴったりなところでですね、はい、では最後にですね、お客様に今後の意気込みを、もう、まあ、ずっとやる気スイッチオンでいくって今おっしゃってましたけど、意気込みをお願いします。はい、僕は結構波があるんで、自分でも分かってるんですけど、常にスイッチオンでやる気出して頑張ります。よろしくお願いします。ぜひ頑張ってください。関根篤人選手でした。あ、そして須永選手、そうですね、また優勝できるように練習頑張るんで、応援これからもよろしくお願いします。須永翔太選手でした。おめでとうございました。じゃあ最後にお二人のポーズでお別れしたいと思います。2回にはさすがにいけないから、ね、せーの、おい、おめでとうございました